守りますドラゴンズのピッチャーはライデル・マルティネス。さあそしてドラゴンズのその先発はご覧のライデル・マルティネス21歳、今年22歳になりますが、193センチ93キロ右投げ左打ち、まあ、あのキューバ代表として WBC も参加して、その後このドラゴンズに育成として入団いたしましたが、今年の4月19日に支配下登録されました。背番号も211からこの今背負っている97番に変更になりまして、まあ、本人もやる気満々というところの、まあ、若いピッチャーを加納さん今日はね持ってきましたよね。そうですね、はい、まあ去年のねイメージからするとそんなにこう、はい、球の球威もあったんですけど感じないっていう風に思ったんですけど、どうやらあのウィンターリーグですか、はい、まあ行ってこう変わってきて、今年はファームでも防御率もいいですし、そうですね、ちょっと舐めてかかったら怖いピッチャーですよね。はい、さあそして今日は鳥谷が5試合ぶりにスタメン復帰であります。1番バッターマルティネス、初球を投げました。ボール1です。まあ、投げ方は豪快ですしね、出そうな気はしますよね、はい、そしてそのタイミングを外すチェンジアップと今リポートが入りました。これですかね、空振り三振、1番の鳥谷三振でワンアウト。まさにその得意な典型的な今投球だったように思います。あ、このチェンジアップですね。いい角度ですからね、はい、ちょっとあのチェンジアップには手こずりそうな気はしますけどね、ど 今見てる感じで言うとですけど、はい、あのまっすぐがね150キロ出なくても今さっきの角度のあるチェンジアップはちょっと、はい、バット止まらないかもしれないですね、結構ボールも回転しますしね、はい、フルカウントになりました。今は少し変化をつけました。チェンジアップですかね今のね、うん、あの持ち球としてはそうですね、チェンジアップです ね、あと、まあ、一応伝えられるところではシンカー系、まあ、ツーシームですかね、はい、それとスライダーと、はい、そうですね、一応あるようですが、やはり軸になるのは本人の言葉通りストレートとチェンジアップとですね、ですね、はい、さあこれスリーツーからも投げてますしね、そうですね、はいはい、自信があるボールだと思います。あ、落としてきましたから空振り三振。1、2番ともにあの落ちるチェンジアップ、これにバットが空を切りました。2アウトランナーありません。まあ、腕の振りがいいですよね。だからまっすぐとそんなに変わらないですよね、腕振っているのが。それと体を大きく使いますけど、いわゆる力みながら投げるというよりは、割にうまくこう力も抜けてる感じしますね。もうちょっと去年は力感あったんですけどね。本人が警戒しているという糸井です。打ちました、高く上がりました。強い風が吹いています。右から左方向ですが、サードがその風にも迷わされながら取れません。サードの福田、まあ、なかなかこの球場は非常に難しいんですが、加納さん、ちょっと今旗を見ると、はい、純粋な浜風というよりは少しこう待ってる感じがしますね。そうなんですよね、ちょっと待ってますし、はい、ちょっとアゲンストにも見えますし、はい、ちょっとね今日難しい感じですよね。あと3本ホームランが出ますと通算の150ホームランというこの糸井です。打球はしかし少しこう芯から外れたような音はしました、うん、センターフライです。はい、いい当たりは飛びましたけどもセンターフライ。こちらも結果的には3人で終了です。甲子園1回終わって0対0です。この4番のロサリオからの攻撃です。この2回です。まあ、ちょっとね、はい、このマルティネス選手の右バッターの対応をちょっと見たいなと思います ね、 そうですね。初めてこの試合ね右バッター登場ですからね、はい、右バッターにはどういう攻めをするのかっていうのはね、はい、やっぱまっすぐスライダーになるんですかね、チェンジアップを使うのかなと。ああ今ちょっとカーブっぽいですね、はい、あ、なるほど、スライダーですね、まあ、スライダーでもねちょっとスラーブ気味な、スラーブ気味ですね、はい、ちょっと大きめなスライダーですね、はい、いい当たりがサードの頭を越えてきました。バットは折れましたけどもレフト前ヒット、ね、ドラゴンズの方が4番のビシエドのヒットで1点を最終的に取っていますが、はい、さあノーアウト1塁でバッターは福留です。初めて迎えた右バッターにはヒットを打たれ、そしてランナーをこの試合初めて出して、さあどうかです、ね、その辺をあの揺さぶってくるあたり、さすがこの福留の野球感ですよね。やらしいね、そういうことをどう見てるかですよね。あ、これも外れました。ストレートのフォアボールです。い
村も打ち行ってましたね、はい、だから真ん中来たら危なかったですね、高山原口とこの後続いていきますからね、はい、変化球引っ張りました、ファーストゴロ、ビシエドは2塁に投げました、フォースアウトです、ボールは返ってきません、一塁ランナーが2塁にフォースアウトです、もちろん二塁ランナーは三塁に進みました。この高山選手がね、ここで一本できたらチェンジアップを打ってほしいんですけどね。はい、ね、やっぱ慎重ですね。はい、木下選手も肩いいですしね。引っ張った。セカンドの右だ。うまくボールをヤフが抑えきれていない。俊足一塁はアウト。三塁ランナーホームイン。ロサリオがホームを踏みました。高山セカンドゴロの間に1点を返しました。同点。今日のセカンドはどの上、守りには定評のある人ですが、ですね、はい、うまかったですね、僕跳ねてちょっとこう強襲になるかなと思ったら、やっぱしっかりグラブ、ね、ハンドリングでしっかり取ってますもんね、そうですね、これ、はい、あのすっぽりと入ってしまったら動きが良ければゲッツーも ね、可能性ありましたし、この起きてからもすごかったですね、はい、まあ、今のでも高山選手の振りも良かったですよ、良かったですね、あのチェンジアップもしっかり、まあ、はい、その前のね打席やっぱあのボール振ってるんで、ちょっと見たいなと思うんですよね、キャッチャー、まあ、木下さんに送りました、原口選手だったらインコースに着きますけどね、はい、まっすぐやったら、あっと若干詰まったセカンドゴロ、今度はがっちりとドローへボールを取って一塁送球、二塁に一人ランナー残塁とありましたが同点に追いつきましたタイガース、2回終わって1対1です、3回裏の攻撃、ピッチャーのやっぱ打席っていうのもね、抜いたらダメですよね、ここはしっかりと、ね、切りました、マルティネス、この表情はなんかこう何ですか、粘られたことに対する憤慨のような感じの今表情を見せました、その辺のやはりこうフィットの仕方というのは大事ですね、ですね、まあ、本当にね、もう、あ、うまく打ちました、レフトにヒットだ、今日スタメン出場の鳥谷、第2打席でレフトにヒットを打ちました、いやなかなか本当にあの代打での出場みたいなものも続きますし、でヒットもこれで通算2023本目のヒット、あいい形というかね、はい、まあ、本当に選手らしい打ち方ですよね、まあ、今年はですから規定打席にも達していないという、はい、レフト方向に打ってるんだったら、はい、もうインコース攻めとこうってなっちゃうんで、なるほど、まあ、この辺ですから、この今本当進化中ということなんですね、マッチレスもね、当てただけのバッティングになりましたが、上田は足が速いが1つアウト、2つ目は際どいセーフ、この辺が上田の魅力でもあります、今のでセーフですもんね、これはもうアツライ向けのゲッツーコースというところなんですが、これはチェンジアップです、でこれをちょっとこうね当てるのが中心のバッティングになりましたけども、いやこのタイミングでセーフになりました、いやドローウェイ選手取ってから早いです、はい、早いですからね、はい、それでちょっと 有名というかね、まあ、僕らも守備見てすごいなって思ってた、はい、今も早かったですよ、結構ね、早かったので、それを上回ったですからね、上回りましたね、これ早いですね、明日ね、もう打ちに行っていいと思います、はい、で盗塁してもうファールになってもいいんで、甘かったら全然行ったらいいです、長里変化球のタイミングで走りましたがタッチアウト、まあ、上田としてはなんかこう今ねアピールするような仕草はありましたけども、はい、盗塁失敗、まあ、ただこの果敢な盗塁というふうにお伝えしておきましょう、全然いいと思いますよ、はい、3回終わりました1対1です、まあ仕方ないところありますよね、はいはい、うちでもね、あの阪神でも、はい、マテオとモレロがね、まあ、そうですね、はい、ありますからね、何度も加わってほしいところでしょうからね、はい、いい当たりだ、ライト前クリーンヒット、昨日は伊藤純喜から5号ホームランを打ちました伊藤井なんですが、それが14打席ぶりのヒットだったというこの伊藤井です、あの実は、ね、ちょっと先日なんですけど、あの4月18日の中日戦、さあロサリオ、あなんかこう昨日今日と上がってきた感じのするロサリオです、まあ、聞いたところでは結構このマルティネスは日本食も OK で自らスーパーに買い出しも行くぐらい、まあ、生活的にはもう日本に馴染もうというね、はいはい、ここで頑張るんだという、でもそういうのはいいですよね、はいはい、そういうことのようです、変化球当たり損ない、ランナースタートを切ってガラ空きの一塁か、伊藤はゆっくりと三塁へ、思わぬ打球が思わぬ結果を生み出した、あいや
でもこれはね、ロサリアちょっとオーバーランして今戻るのに、はい、ひざまずいているという状況で傷んでるわけではありません。これはね、はい、仕方ないですね。あれだけやっぱ引っ張るバッターなんで、ランナースタートしてますんで1塁が空きます。それはスタートをした時点で ね、はい、セカンドが入りますからね、ショートはやっぱ守備中心になるんで、まあいいとこ飛びましたよね。そうですね、まあ、あの守り側の動きのこの盲点というのはしょうがないと思うんですよね。そうです、はい、いやしかしタイガースとしては思わぬ形でノーアウト1、3塁になりましたね、うん、一塁ランナースタート、キャッチャーはセカンドに送球しました。タッチ、あ、アウト、アウトの判定です。なんかセーフっぽくちょっと見えましたけどね、ロサリオが走ってセカンドでアウト、ベンチに動きはありません。リクエストはしないようです。ご覧いただきましょう。一三塁というところで一塁ランナーが走ってきました。あ、うん、ちょっと際どくは見えますけど、ね、際どいですね。確かにね、ショートの強打がグラブを振るような感じでこうタッチという動作なんですが、足がガッとこう、ベースの方に入っていったようにも見えましたが、リクエストはありません。今は何ですかね、うん、はい、単独で行ったのかなって感じですけどね。三塁ランナーの糸井は、まあ、二塁に送球されましたけど、特別な動きはありませんでしたね。打ち上げたレフト帰ってくるでしょう。距離を測っているアルモンテ、ボールを取った。アルモンテは肩が強いが、ホームイン。福留犠牲フライで1点勝ち越し、2対1になりました。レフトアルモンテへの打球、まあ、昨日もこの肩の強いところは見せましたが、アルモンテこれは言うと糸井がホームを踏みました。やっぱりね、肩は強いんですけどね、はい、この浜風がやっぱあると、レフトはどうしてもね、はい、後ろから来れなかったりするんですよ、はい、だからちょっとやっぱね、勢いつけれないんですよ、ね、つけられない。なので、まあ、レフトに打てばっていう、ね、なるほど、はい、まあ、しっかりこの選手はバットを振れるのが一番の魅力ですよね。そうですね、はい、ルーキーイヤーの去年からそうですよね、はい、打ちました、レフトへ下がる、これは風に乗る、風に乗る、アルモンテちょっと判断を誤りました。伊藤は二塁キャンバスを踏まってストップです。レフトオーバーのツーベース。今少し中継のボールが乱れていますが、伊藤はツーベース出ましたね、一本、はい、でもういうね、ちょっと今アルモンテもスタート遅れましたね。はい、だからこの風なんですよ ね甲子園はね、はい、ちょっと前に出るような仕草を見せた後、はいはい、それとやっぱりこの伊藤原選手はこれは振りますからね、はい、だから飛んでいきますよね。この体でね、やっぱ飛ぶんですよ、打球が、はい、はい、これは今シーズンの4本目の2塁打ということになります。先ほどバッティングの内容悪くなかった高山です。なのでちょっとここ期待したいですね。さっきのバッティング良かったんでね、はい、緩い当たり、ショート強打、一塁送球です。二塁に糸原残塁とありました。しかし福留の犠牲フライで勝ち越しました。4回終わって2対1です。中日の先発のライデル・マルティネスも初登板ですが、2失点で5回のマウンドに上がっています。リポーターは堀江義信アナウンサーですが、捉えた、しかし伸びはありません。センター若干最後は前に出てきました、うん、大島死んではなかったですかね。まあそれもありますしね、やっぱ風でだいぶ戻されてる、はい、戻されましたよね、ね、はい、名手の大島選手がちょっとこう最後あれあれって前に出てきてますからね。そうですね、はい、まあ雨降るときはね、結構浜風が逆になるんですけどね。そうですね、風向きも変わりますが、はい、岩貞簡単に三振になりまして2アウトです。まあ西岡選手こそ本当に頭から出て、はい、3、4打席が立ってということですよね。ですよね、はい、まあ、そのあたりのベテランもこの後どういう風に試合に入っていくか楽しみですが、見ました、フォアボールです。これも鳥谷の特徴です。さすがですね、はい、スイッチヒッターですから両方の耳を覆うこのヘルメットをかぶっています。上田、あ、空振り三振。最後はマルティネスがしっかりと投げ切りました。甲子園は前半5回を終了しました。2対1、タイガース1点リードです。
先発した岩貞、そしてマルティネス、両投手はすでにベンチです。中井さん、はい、堀江さんどうぞ。まず三塁側ですね、今日一軍初登板だったマルティネス投手の談話入りました、はい、立ち上がりは緊張しましたと。あ、そうですか、はい、もう少し粘れればよかったんですが、なんとか2失点で投げることができましたと話しております。はい、まあ、今 あのベンチの中の表情を見ると確かにグラウンドにいるときとは表情違いますね。まあ、ね、少しホッとした、はい、という感じなんでしょうね、でも本当にいいピッチングでした。そうですね、はい、はい。